はいどうも、こんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今回ですね、今年もやってきました1年に1回の車の税金でございます。毎年やってきますよ、こいつらは。こいつらはね、これあとね、毎年来る あれがバラバラじゃないですか。なんか去年はなんか遅かった気がするんだよね。去年は5月十何日に来たんじゃなかったかな。もう自分の記憶が正しければよ。去年か一昨年かちょっと忘れたけど、どっちかが5月十何日かなんか来たはず。で、今年はね、だちなみにゴールデンウィーク全般っていうのかな？こう10連休あったじゃないですか。10連休のうちの全般っていうか、まあ、4月いっぱいで来たって感じ。4月の終わり、29とか30とか、それぐらいで来たんですよ。で、今回はですね、こちら、ちょっとね、もう、まだね、まあ今から入りに行くんだけど、こんな感じで、今年はね、2枚来てます。2枚。はい、これね、軽自動車税って書いてあるけど、なぜかというと、この2枚のうちの1枚の下側が、今この乗ってるムーブね、乗ってるムーブなんだけど、この上の分がですね、新しく来てる分で、自分も最初なんで2枚来てんのかなと思ってね、パッと見て、まあ一瞬すぐ分かったんだけど、上の分が PCX の、税金の分です。で、下の分がこのムーブの税金の分でございます。もう皆さん自分の見たら分かるんですけど、めちゃくちゃもうね、ナンバーやら住所やらね、いろいろ載ってるんで、全然見せれないところが多いんですけども、ちなみに K の税金ですね、K の税金、これどう見せたらいいのかな。こちら見えてますかね。K の税金は7200円ですね。そして PCX の税金は2400円となっておりますと。2つ合わせて9600円ぐらいかな。ですね。これをね、早速今からコンビニで支払ってこようと思います。コンビニはね、もうどこでも使えるんだよね、基本的に。セブンイレブン、ローソン、ローソンストアとか、ファミリーマート、ミニストップとか、まあ大体あるコンビニは使えると。とりあえず、今からね、この9000で合ってる？合ってるね。9600円、支払いに行ってきたいと思います。はい。というわけで、実際にね、コンビニに行って支払ってきましたよと。こんな感じでね、2枚支払って参りました。まあ、さっき言った通り、1個は PCX の、2400円と、そしてこのムーブが7200円でございます。車はね、その、年式によって税金が、こう、ちょっとバラバラだったりするんですよ。これがね、残りの、こっちの、ね、紙の方に入っておりました。これ、大分市から来てるね。大分市から来てるやつですね。まあ、どうなのかな。そして今回このコンビニの支払いの紙以外にこんだけ入っておりました。この3つ入ってますね、別に。これは、口座振り替え、多分、引き落としなんでしょうね。はい、こんな感じで、引き落とし用紙のやつだと思います。はい。いや、引き落としっていうより、自分のタイミングで払いたいっていうのがあるから、自分はもう普通にコンビニ払いが一番いいかなと思ってます。個人的にね、個人的に。これが、はい、こんな感じで、クレジットカードとか、口座振り替えとか、なんかいろいろ便利になりましたよっていう感じのやつだね。はい。です。便利になったんだけど、クレジットカードで支払う場合は、システム利用料というのが、また別に発生するっぽいな、これは。いや、コンビニ支払いで自分は大丈夫です。そして、ね、この税金の、この金額が書かれた紙も入っておりましたと。で、自分はね、さっき、こちら。まずね、自家用ですね。乗用の自家用なんで、この7200円が適用されてると。で、これなんでかっていうと、これまた年式ってちょっとややこしいんだよね。もうとにかく軽自動車でも13年経過してしまえばこの税金になると。だから、今これね、9年落ちぐらいなんで、まだ適用されてないんだけど、まああと3、4年かな。4年経つと12800円になってしまうという感じです。
ただこれね、まだ経営でも年式がねちょっと違うことによって、ね、あの金額変わってくると。自分はまだ7200円ですけど、あのそれより新しくなったね平成27年4月1日から製造っていうか、あの初期登録された、初期登録でよかったかな、あの初年度登録された車に関してはもう最初から1万800円くると。でもどの道13年経てば1万2800円と、まあ、今は現状でこんな感じですね。だからそれより前ですね。だから今が製造がこれより前の27年3月31日までに登録をして、それより13年経ってないものに関しては7200円となっております。そしてこのバイク関係っていうのかな、自分の場合ね、もう一台その PCX 乗ってるんで、これね一応原付扱いなのかな、原動機付き自転車扱いになります。まあ2種になるんで、まあ、原付ではなくこう 125cc になるので2400円。これ見るとわかるけど、普通の原付ねはこれなんだよね、2000円なんだよ。これ上がったね、確か1000何部だったはずだけど2000円上がりました。だから2種と普通の原付だと、あの1年間の税金としては400円しか変わんないです。はい。でちなみにね、 250cc 以下のバイクの場合だと3600円になります。そして250cc を超えるバイクね、だから350とか 400cc とか600、800、1000とかの大きいバイクはずっと変わらず6000円です。 250cc を超えれば 255cc であろうと1300cc であろうと年間は6000円となっております。はい。まああとは見ての通りです、という感じで、税金のね金額はなっております。だからこの車も今9年落ちになるのかな、2010年の7月なので、あと4年ぐらい経過すると12900円か、12900円になるので、まあちょっと5000ナンバーかな、5700円ぐらいドーンと上がると。相当上がるよね、 1.5 倍どころじゃない、2倍まではないかなぐらいか、1.8 倍とかね、それぐらい値段が上がっちゃうんですよ。高ってなったよね。だからそこまでになるまでに多分車は多分買い替えるかな、まあわかんない、先のことはどの道わかんないですけども、まあ税金はねそんな感じとなっております。まあ自分今年から、今年からとか、まあ去年の秋からそのバイクも買ったんで、まあ税金としてはこの2台支払うと。まあ、それでもね、それでやっぱ普通車とかに比べると相当安いから。あとね、普通車とまた軽と、あれが違うんですよね。なんだ、なんて言うんだろう。こう、管理してる場所が大きく分けて。合ってる。軽自動車と、二輪とかは、この軽自動車協会っていうのかな。例えば名義変更とかね。車の名義変更とか行くときに、大分市だと三佐にあるのかな。ミサのある場所だよね。場所的によってね、今ちょっと立て直したんだけど、東警察署のちょっと裏側ぐらいに、あるんですよ。あるんですよ。で、軽自動車と、そのバイク関係の名義変更とかはそこに行くんですよね。軽自動車協会なんとかとか、そんな名前だと思います。なんか、一応書いておきます。多分テロップで。で、普通車ね。普通車になると、普通の陸運局になります。40メーター道路の、なんて言うんだろう。なんか高校の近くのところの、ここになると、いった感じです。だからちょっと、管理してる場所がちょっと違うんで、まあ自分の場合はこの軽自動車と二輪で同じところだったから、同じところは来たみたいです。人によっては、そのバイクは来たけど、まだ普通車の方が来てないとか、そういう方もちょっといるみたいなので、ほんとバラバラっていうか、もう去年もおととしがもうね、だいぶ遅れてきたけど、今年はえらい早く。もうちょっと期限伸ばしていいんじゃないと思うんだよね。まあ、今はその、さっき言った、まだ税金がね、安いから、こう、来るぞってこう構えなくてもいいわけですよ。軽自動車って。7200円と2400円ってさ、もう正直スマホの、ね、金額より安いじゃないですか。今だってスマホをさ、今皆さん月々どんぐらい来てます？多分普通のキャリアで契約してる人で大体1万ぐらい来てると思うんですよ。それと金額ね、
変わんない。自分はその課金とか全然してないから、基本1万ぐらいで来るんで、あんま変わんないぐらいの金額がプラスで来るっていうだけだから、もう昔みたいにね、来るぞ、貯めとかなきゃとかさ、考えなきゃいけなかったんだよ、普通車の前ぐらい。前のだってリバティの時でも4万4千とかね、あれ13年以降経過してたんで、4万4千とか4万5千ぐらい来てたんですよ。4万5千をポッとさ、ポッと出せないから構えなきゃいけないじゃないですか。で、まあ月々ね、もしその普通車で13年以降だって4万5千を貯めていくなら、まあ、その簡単にね、計算すると、まあ月々4千ぐらいかなみたいな。キリがいいとこで言うとね。それを貯めていけば、貯まるって感じだけど、なかなかそうはならないよね。税金のために4000ずつ、貯金しますみたいな。やっぱそういうのもあって、やっぱ軽自動車ってね。やっぱこういう時、もう そんな考えなくていいっていうのがやっぱその気楽だよね。という感じです。まあ、やっぱ安い。ね。まあ、でも新しくなっちゃうと、まあ税金がちょっと上がっちゃうんだな、一番ちょっとに。はい。で、このね、支払った紙なんですけども、バイクの方はまあ別にそんな問題ないけど、車の方に関しては車検でね、使いますので、車検証にね、すぐに縛っておくのが個人的に一番いいかなと思います。もちろん支払っておけば基本的には問題ないんだけど、なんていうの、車検の時にどの道払いましたっていう証明がね、いるんですよ。だから、もし払ってこれなくしても、まあ問題はないんだけど、めんどくさいですよっていう感じ。ここら辺は車屋さんが、まあしてくれしてしてくれるんだけど、車屋さんはめんどくせえなって絶対思っちゃうんだ。下手すれば別料金で取られちゃったりするんだよね。で、基本的に、その支払った紙はもう車検証ね。今こういう車検証のあれ出してるんですよ。今こう車検証があるんだけど、車検証と一緒に入れておくのがもう一番個人的にはベストかなと思います。そんな感じで。まあ、こういう時はね、やっぱ軽がいいよね。って感じです。燃費もいいし、税金も安いし、もう要は全体的な維持費がもうかなり安いと。はい。というわけで、今年のね、平成31年の分の税金は納めましたと。これね、もう、なんだろう。やっぱ、大きい車乗っててね、なんだろう、こう、まあ、今はないけど、昔ね、こう、やっぱ忘れてるじゃないですか。忘れてるっていうか、知らないというのがあれだから、もう、車乗り始めの時ぐらいね。で、大きい車乗ってると、税金がポーンと来るじゃないですか。乗り始め、今はさ、もう車乗ってさ、もう長いこと乗ってるから、もう5月になったら税金来るぞってわかるんだけど、若い頃っていうのはさ、もう車乗るのが楽しいから、そんな考えずに、ガンガン乗ってってさ、いじってやるんで、どうしても車の税金のことをね、すげえ忘れちゃう。だから今これ視聴者さんの、視聴者層っていうのが自分より年上の方が多いので、まあ、今はね、そんなないけど、若い頃っていうのはポッとね、で、しかも大きい車乗ってることが、今でもどうなのかな、昔に比べたら軽自動車乗ってる人多いじゃないですか、男の方でも。昔は、なんだろう、軽は男が乗るもんじゃねえみたいな。なんかそういう流れじゃないけど、なんかそういうのはありましたね。まあ、実際自分のその周りでも免許取り立ての頃っていうのは軽自動車乗ってる人が誰一人いなかったから、ね。自分の友達でね。女性の方はみんな、大体 K だったんですよ。ライフが多かったかな、自分たちの世代の時。ライフ、うん、そうだね。ダントツでライフが多くて、その次に、ワゴン R かな、が多かったって感じです。まあ、昔に比べると、なんだろう、普通車に乗らないとっていう、なんか、あれがあんまないよね、昔に比べるとよ。でも普通に K 乗ってる男の人も、まあ、自分もそうだけどね。自分もだって、まあ、初めての K ですよ、これが。実際に。俺、なんだろう、自分も親父の時代の中あれなんで、まあ、それはね、安全性とかなんとかね、男は普通車乗るもんだ、みたいな、なんか、雰囲気があったんですよ。言われてはないけど、なんかそういう雰囲気があって、ずっと普通車乗ってましたけど、昔の軽自動車に比べたら、やっぱ装備もいいし、なんか広いよね、やっぱり。今このムードは、リアシートもこう、前後にスライドするんで、大人4人だったら全然乗れちゃうぐらい。めっちゃ広いんですよ。昔の軽はほんとね、狭かった。あの時はね、まあ、ワゴン R とかも流行ってたし、まあ、ライフも流行ってたけど、あの時っていうのは後ろのリアシートがスライドしなかったんで、
前の人がシートをこう目いっぱい後ろに下げちゃうと後ろの人が乗れないっていうぐらい狭かったんですよ。でも今はね、そのエンドボックスとかね、やっぱこうウェイクとかね、やっぱりすごい後ろも広いですよっていう車も多くなって かっこいいよね。で今はね、そのカスタムしようと思えばそのネットでいろいろこう買ってきていろいろできたりするじゃないですか。で勉強っていうのかな、カスタムのやり方もやっぱりこうなんか民からか、一番大手で言うと民からですけども、民からでいろいろやってる人の見ながらできたりとかするので、まあ昔に比べるとね、情報量もすごい多いですし、やっぱ軽乗車なかなかいいなと思っております。問いつつね、やっぱちょっと普通車がいいかなとか思ってた。でも EC 考えるとやっぱ軽なんだよねという感じで、今すごくこう心の中でね、こうちょっと混ざってるところでございます。はい、というところで、皆さんも軽自動車面白いですよ。以上でございます。オチが弱いなご視聴いただきありがとうございました。じゃあね